国道56立花川、なんて読むんでしょう、いつ川って読めるかもしれんけど、まあ、立花と川って書く、四万十町まで10キロ土佐分担って書いてあった。そういえば分担って土佐のものなんだ。そしてお酒屋、酒屋さんに土佐鶴、土佐鶴ですね、辛口の、それの看板がありました。そういえば分担があっちこっちの道の駅で売ってます。それから 2,3 キロ前手前に無料の高速への入り口がありました。さっき救急車追い越して行ったんですよ。ここだ。救急車まだいる。どうしたんだろう。はい。あ、で、その無料の高速へ行く道もあったんだけど、自分は下道ですね。上がらないで、懐かしい風景を見ながら走りたいということで、さっきの救急車、あそこにずっと止まってるんだろうか。小さい集落が続きます。再び